息子よ、国を取れ。それこそが、お前の父と母、それぞれの過疎の願いぞ。承知いたしました。母上。とは、言ったものの、このプファルツをどうやって収めて行けばよいのやら。私だ。誰だよ。あなたの国の宰相ですよ。愚かなことを申すな。お前のような子供が。うむ。キリタン宰相、俺は統治が苦手だ。よろしく頼む。承知いたしました。相変わらず、恐ろしい噂やな。さて、状況を確認しましょうか。君主の夫ハインリッヒ君は15歳。まあまあの君主ですね。おう、顧問も優秀な人たちやな。これはええやないか。当たり前ですよ。みんな優秀な実況者ですから、超余裕で神聖ローマ皇帝まっしぐらですよ。せやろか。うっかり戦勝者反乱軍を放置して独立されちゃったり。あ。援軍要請するつもりで、ついついクリックミスで同盟破棄したり。あかん、これ。ガバガバ鋭意管理で包囲網を組まれたり。あ、はい。さらに包囲網に負けちゃったり。もうダメや。主催者自身が皇帝を目指すプレイを投げ出すようなことをしない限り、もう神聖ローマ皇帝に。で、あれー。周辺国がめっちゃ怒ってますね。どうしてこうなった？あかりさん、これはどういうことですか？やっほー、何かな？神聖ローマ皇帝を目指すんじゃなかったんですか？神聖ローマ童貞？ドドドド、童貞ちゃうわ。どうしてこんな攻撃的拡張が溜まってるんですか？え、拷問的拡張？もういいです、帰ってください。プリズンアーキテクト実況動画をお楽しみに。最後まで、自分の動画の宣伝を忘れない実況者の鏡や。で、キリタン、これ、どうするん？正直、この神聖ローマ帝国は、もうダメですね。でも、次の代には、皇帝になれるように、根回しをしましょう。なんでそこまでして、皇帝になりたいんや？神聖ローマ帝国宰相、いい響きだな。結局は地位が欲しいんか。何はともあれ、まずは金策を考えましょう。我々の主要濃度はラインラントですが。ほとんど支配しちょるのに、あまりお金が入ってきとらんな。内陸濃度において、下流に流出するのを抑えるのはかなり難しいですね。まず、ラインラントの商人を呼び戻しましょう。1.4 ラカットも交易収入が減っちゃったよ。この商人が帰ってきたら、リューベック濃度に送りましょう。1.4 ラカット以上の収入があれば、まずは交易改革は成功です。そして、このウルムの異端追放戦争を終わらせましょう。ハンガリーは40ラカットの側金払いで許してあげましょう。25ラカット、美味しいです。そしてウルムは全土併合。さらにお金をむしり取りましょう。侵略的拡大の価格、巨大山火事に一本の焚き火を追加しても体制に変わりはないでしょう。毒食らわた皿までっちゅう感じやな。1661年12月17日、プファルツによるウルムの異端追放戦争は、我々の決定的な勝利で終わりました。50ラカット、美味しいです。早速、中核化作業を行いましょう。収支を改善するため、要塞を整理しましょう。農地のミュンヘンには、要塞は不要ですね。撤去しましょう。プラハも農地ですね。こちらも撤去で。コリング要塞を撤去しましょう。浮いたお金は海軍維持費に当たることにしましょうか。まず輸送船12隻を建造しましょう。そして扶養限界を高め、建造期間短縮のためにドックを建設しましょうか。キリタンは海軍が好きやな。プファルツ無敵艦隊、いい響きだな。輸送船しかおらんのに生きてもな。あ、はい。キリタン、オットー君の一つ目の個性は強い生殖力になったね。結婚前からいろんな女性に手を出してそう。次は海軍ドクトリンを選択しましょう。やはりダホの魅力には勝てませんね。これにはカンコレニキもにっこり。敵の機関をコレクションできる日が早く来るといいですね。交易収入も増えたようですね。お、13ラカットも回収できたんか。
ええやん。では、このお金を元手に、陸軍改革に取り組みましょう。我がプファルツ陸軍は、歩兵7、騎兵2、砲兵6連隊を基本としましょう。これを1分隊とし、基本的には、2分隊の30連隊を1軍団として運用します。では、全軍を首都に集めて、再編成しましょう。全人の人たちが、それぞれの軍団に役割を与えていたようやけど。これからは、名称から任務が生まれるのではなくて、与えられた任務から名称が生まれるようになります。そういう意識改革が必要ですね。うまいこと言ったつもりなんやろうけど、名称を考えるのがめんどくさいだけなんやろ。あ、はい。キリタン、オットー君が結婚したみたいやで。早かったですね。いい奥さんだといいんですけど、こいー。これは。拝着したい。それは、ルール違反や。奥さんも平均以下ですか。もうやだ、この王朝。キリタン、強く生きて。1662年6月。キリタン、オーストリア様から、ウルムを返せっていう使者が来よったで。帰れ。ですよね。では、プファルツが皇帝になる道を切り開くため、元皇帝様の作戦ラウェンブルクに攻め込みましょう。今回の敵同盟国は弱小国ばかりですから、コモンウェルス様は呼ばずに行きましょう。キドン！キリタン、今回もセリフ略しすぎー。みんな、乗り込めー。はい。1662年7月9日。ランツフートの戦い、勝利。おう、バイエルン軍を殲滅しよったな。では、陸軍を補充させないように、蓋をしちゃいましょう。相変わらず、えげつないわ。傭兵家の私にとっては、褒め言葉ですね。あ、はい。さらに7月15日、ラウエンブルクの戦い、勝利。おう、地形ペナルティがひどかったけど、殲滅に成功しよったな。同日、ローンの戦い、勝利。おう、あっちゅう間に。敵戦力の無力化に成功しよったな。後の敵はゴットランドだけですね。1662年12月。キリタン、ワイエルンさんから講和の使者が来よったで。ではワイエルンは我々の忠実な属国になってもらいましょう。戦勝点の隙間は側近払いで埋めて、ワイエルンにはこの寛大な講和条件を飲んでもらいましょうか。1662年12月9日ワイエルンはようやくあるべき姿に戻りました。バイエルンさんは、そうは思っちょらんと思うで。36ダカット、美味しいです。お父様、軍事顧問のカールドの罷免し、私を宮廷に迎え入れていただきたい。むむむ、何を言い出すのだ。しかし、ラディックは大貴族の一員。ここで突っぱねては、俺の正当性問題を持ち出して攻撃してくるやもしれぬ。うむ、一理ある。ありがたき幸せ。貴公を宮廷に迎えるか、軍事顧問はヨハンにやってもらう。何故でございますか。キリタン最小の軍政改革によって、人的資源の不足が見えておる。今はヨハンの力が必要なのだ。ぐぬぬ。それに、顧問人事に引き出ししてくるような非常識な輩を、重用する気にはなれぬわ。輸送艦が完成しましたね。リューベックに集めて、ゴットランド上陸作戦の準備をしましょう。そして、スウェーデンとの戦争に備えて、ジーベックを12隻建造させましょう。キリタン、アーヘンさんから、講和の使者が来よったで。では、アーヘンとの講和交渉に入りましょうか。その前に、ゴットランド攻略部隊を出発させましょう。では、改めて、アーヘンとの講和交渉を始めましょう。サンクロビの割には、一発併合できないぐらいの国家規模なんですね。ここは、国家解放を命じて力を削ぐようにしましょう。おう、ヘルレを解放するんか。この動画を見た後は、ぜひ、ヘルレ公国攻防機もご覧ください。キリタンも、動画宣伝をするほど汚れてしまったんか。これは低評価案件ですね。なんでですか。あとはいつもの戦争賠償金。さらに、165ダカットの側近払い。攻撃力の転送も命じちゃいましょうか。こんなところかな。
1663年3月21日。アーヘンは、この戦争から脱落。165ダカット、美味しいです。今回も、呪いの装備を装着しちゃいましょうか。信仰の擁護者か。これはちょっと怖いな。1663年5月11日。我々は、ゴットランド島上陸作戦を開始。名将のクリストフ・ウェルンプトは、上陸戦の困難を跳ね抜け、優位に戦闘を進めます。5月23日。ゴットランドの戦い、勝利。おう、あとは要塞攻略するだけやな。地味にレベル3要塞なので、後で、追加で砲兵隊を持ってきましょうか。発注していたジーベックが完成したようですね。一つの港に集合させましょうか。キリタン、ゴットランド要塞が落ちたようやで。それでは講和工場に入りましょう。まず、ゴットランドは全土併合。侵略的拡大がかかか。なんだ、最大でも10しか増えないのか。もう、数値感覚が来るってきちょる。あとは、お金をむしり取るだけむしり取ってしまいましょう。こんなところでしょうか。1664年1月5日。ゴットランドは、我がプパルツ王国の一部になりました。35ダカット、美味しいです。早速中核化作業を始めちゃいましょう。そして、先帝校のザクセン・ラウエンブルクは、我らの忠実な属国になってもらいましょう。さらに、入会金として、25デカットの側金払いを命じましょうか。入会金って、新手の悪徳商法かな。1664年1月15日、スパルツのラウエンブルク征服戦争は、我々の勝利で終わりました。25デカット、美味しいです。でも、キリタン。こんなに属国を増やしたら、外交枠が厳しくあらへん。そうですね。では、ノルウェーを併合してしまいましょう。それだと、再征服 CB が使えなくなるんじゃ。もったいないな。主者選択は、統治者の責務です。少しでも外交ポイントを補填するため、貴族階級から大臣を招きましょうか。まずは、影響度を上げるために、将軍を推薦してもらいましょう。ほいー。なるほど。影響度を上げることで、顧問を安くするんやな。では、貴族階級から顧問を招きましょう。それと、将軍の方はどうかな？うん。微妙やな。軍事点を使ってまで維持する必要を認めませんね。この甥っ子は解雇しましょう。そして外交顧問を差し替えましょうか。関係改善プラス 20% やけど、焼け石に水やるな。焼け石に水といえば、バイエルンさんの独立欲求もかなりヤバいんですよね。さっきから、ずっと外交官を貼り付けちょるけど、有効度がマイナス200から動かへんな。眺めてばかりで、威信が足りなくなりそうです。ここは、領土を返してあげましょうか。ミュンヘンと、インゴルシュタットを返してあげましょう。独立欲求は下がったけど、歴史を振り返ると、併合したり解放したり領土返還したり、後世の歴史家に、一貫性のなさを笑われそうやな。後世の歴史家なんて、エコノミスト並みに無責任な連中ですから、好きに言わせておけばいいんです。それにしても、この有効度。侵略的拡大マイナス408って、やばない？たったの100年で消えるから、セーフセーフ。隣の半島だと、おっと、ヘイトスピーチで通報されるからそこまでや。あ、はい。1664年8月。キリタン、統治顧問のマリアちゃんが亡くなったって、報告なきよったで。階級から、お安い顧問を雇えないようなので、自然科学者のフリードリヒさんを統治顧問に任命しましょう。キリタン、何見とるの？ロシアのノブゴロド濃度って、やばい収益を上げてますべ。55.7 ダカットも利益が出とるんか。これはすごいな。決めました。我々、スファルツ艦隊を代表する機関を建造しましょう。おう、ええやん。大型船で、ガチ装備の機関は艦隊の花やな。で、なんで小型船なんや？付与する特殊能力は、海賊機の備え。ええ。そして、艦隊の攻撃力を高める攻撃航路地図。そして、ロシアの海賊狩りに対抗するため、大砲の大量搭載を選択しましょう。プサルツ艦隊を代表する機関が、海賊船なんか。では、海賊稼業をしてもらうフリゲートを作りまくりましょう。うふ。
ノブゴロドロードに大穴を開けてやるぜ。下水は1664年11月。軍事点が溜まりましたね。防衛アイディアを進めましょう。陸軍維持費は下がるんか。これはええな。キリタン、スウェーデンの大地主のクリスさんがなかなかの評判らしいで。費用が 50% もお得なんですね。早速外交顧問を差し替えましょう。雇われたばかりなのに、ひどい。悔しかったら、ただ働きしてみろ。君の代わりはいくらでもいるんだよ。ぬぬぬぬぬぬ。これはひどい。まるでブラック企業経営者や。お父様、王子殿下の熱が一向に下がりませぬ。ぐぬぬ。地球熟練した石を国中から集めるのだ。お待ちください。ここは神に祈りを捧げましょう。何を言い出すのだ、キリタン宰相。うむ。それが良いかもしれぬ。お父様が祈りを捧げ、王子殿下が無事に生還なされば、神に愛された王として国内はまとまることでしょう。うむ、その通りだな。やったぜ。キリタン、人の心がないんか。お父様、なぜ、優秀なお医者様を呼び寄せてくださらなかったのですか？これは神がお決めになったことだ。俺は悪くない。お父様。さて、海賊船ができましたね。早速ノブゴロドノードで暴れてもらいましょう。アカネさん、見てください。2.43 だかっとも収益が上がりましたよ。キリタン、さっきから悪事しかやっとらん。機関も完成しましたね。早速ノブゴロドノードに送り出しましょう。お父様、私の友人のオルフナングはキリタン宰相が任命したクリスより優秀ですわ。彼女を外交顧問にしてくださいませ。むむむ、先日の件もある。ここはアマリエの言葉に従っておこうか。うむ、ありがとう、アマリエ。さすがは我が妻だ。お役に立ててよかったですわ。キリタン、ウルムで反乱軍が放棄しよったで。大丈夫です。こんなこともあろうかと、あそこには4万5000の正規軍を用意してあります。キャッハー、反乱軍は皆殺しだ。あかん、これやったぜ。1666年11月6日。キリタン、新しい後継者が生まれたみたいやで。ガチャ、大成功ですね。今度は大切に育てていきましょう。EU4 プレイヤーは、人の命を考えんのか？数値こそ市場じゃないですか。アカネさんこそ、何を言ってるんですか？あ、はい。1668年1月。ようやくトーチポイントが溜まりましたね。トーチ技術を上げましょう。それでも、外交と軍事と比べると、一つ遅れちょるんか。まだまだ苦労は続きそうやな。1669年2月、フェラーラとの停戦期間が終わりました。今こそ、スリームさんの仕込みを生かす時ですね。海戦自由は、ルッカの再征服。敵同盟国はホラントだけですから、こちらの同盟国は呼ばずに行きましょう。キドン！キリタン、今回もセリフ略しすぎ。まずはホラントから脱落させましょう。みんな、乗り込め。はい。1669年4月、ノルウェーの統合作業が終了。1669年5月9日、デンハーグの地で、フランデンブルク辺境伯とホラント軍が交戦開始。5月17日には、我がプファルツ軍3万が戦場に到着。5月20日、デンハーグの戦い、勝利。微妙な戦果やな。追撃したいけど、フェラーラまで逃げそうですね。とりあえずは、ホラントの全土占領を狙いましょう。1669年10月15日、
我らの属国のボスニアの首都を包囲するフェラーラ軍に攻撃開始。10月23日バラシドの戦い勝利。お、殲滅に成功しよったな。次はここまで逃げてきたホラント軍を追い詰めましょう。1669年11月6日ホラントの重要拠点デンハーグを攻略。翌7日リーカの地でホラント軍と交戦開始。11月18日リーカの戦い勝利。戦力は圧倒しちょるのに殲滅できんかったんやな。ホラント軍はしぶといですね。キリタン、統治顧問のフリードリヒさんが天文学で有名になっちょるようやで。上の選択肢だと安定度が上がるんですね。それならまず2に引き上げてからイベント効果で安定度を3にしちゃいましょう。1670年1月14日フェラーラ要塞を取り囲むボスニア軍にホラント軍が攻撃開始。あかん、これは負けそうや。援軍間に合え。わあ、な、何が起こったんですか。キリタン、大変や。同盟国のコモンウェルスが攻めてきよったで。どうしてこうなった。